ちょっと遅れちゃったけど J3 第7説振り返っていきたいと思います。八戸 VS 長野ですね。メンバー見てみますと、フルスっていう選手がまあいるんですね。え、国領。まあ3打だったりですとか。えー、他にいたっけちょっと忘れたけど。<laughs> まあこういった感じで、ね、フルス対決みたいなものはありました。このゲーム。非常に面白い。まあ2-2という結果になりまして。えー、7分の先生ゴール、吉村。2試合連続ゴールかな確か。うん。 やっぱ、この攻め上がるタイミングっていうのが本当に絶妙な選手だなっていうのが、まあ、ここね、数試合に現れたわけですけれども。で、その攻め上がる勇気プラス、その飛び込む勇気。このゴールもね、ちょっとゴール後に負傷してたけど、ねえ、頭から飛び込むっていう素晴らしい気迫こもったプレーで、まあ、チームの先制点を生み出しました。まあ、しかし、その割とすぐ直後に、えー、谷尾がね、今シーズン初ゴールなんだね。うん。 そう胸のコントロールから、まあ、素晴らしい、ストライカーらしいゴールだなというところで、八戸のエースが点取ったことによって、まあ、チームとしても、谷尾としても、やっぱりフォワードって選手はね、1点取ると、ポン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 点取れるみたいなことがあるんで、これは良かったかなと思います。で、まあ、試合全体を通じて、まあ、八戸、結構ね、あの意図的に攻撃構築できているところがあったんで、そこは好印象でしたね、新山が後ろから入ってきてシュート打つみたいなパターンとかもありまして。 まあただ長野が83分に勝ち越すわけですが、クロスボールからね、途中投入の佐野かなうん。途中投入だね。佐野が。まああれ合わせたのか、どうなんだろうか。クロスがそのまま入ったようにも見えなくもないけども、佐野のゴールということで。えー、ね。はい、おめでとうございます。まあしかし、八の辺もそのままで終わらせず、丸岡ですね。途中投入入入ってきて、これもまた、スーパーゴール。左足でね、ポストに当たってゴール。あれはなかなかキーパー止めようがないなっていう。ディフェンスもまあね。 なんま、詰めれたっちゃ詰めれたけど、ね、あんなスーパーなシュートが来たら厳しいね。ってところで2-2でドローで終了でございました。八戸 VS 長野でした。で、次に沼津 VS 岩手1-2。岩手勝利おめでとう岩手、ちょっと乗ってくるかな、こっから。うん。まあ岩手は本当に試合通じてなんか戦えるチームになってきたなっていう感じがして。で、読坂が今シーズン初スタメンだったかな確か。そんなこと言ってたような気がする。えー、60分。えー、まあなんか、 空中戦みたいなところから、あの、抜け出したボールに、大垣。まあ、わって、その、フォワードが、うん、2人前線いたんですけど、そのポジションの取り合え、えーうん、立ち位置と、あの、<laughs> 神々カミだ、うん。その、取る位置が良かったかなと思います。その、ディフェンダーのね、間を縫うような感じで。で、冷静に流し込み。で、72分。これはロングボールからですね、素晴らしいフィードから。 答えに抜け出して左足のシュート。まあ、沼津のディフェンスライン上がったところうまくついたんじゃないかなと思います。はい。まあ、沼津はね、やっぱ1点取られて前がかりになってしまいますからね。えー、で、まあ、岩手しっかりと、まあ、守備固めたところですが、まあ、沼津がね、あの、渡辺亮これもまた2人のね、ディフェンスの間をこう1人でぶち破ったって感じで素晴らしいゴールでした。まあ、この得点が次の試合に繋がるんじゃないかなと。まあ、繋げなきゃダメですね。うん。21で岩手勝利。 はい、まあ、岩手、本当に戦えるチームになってきたなあ、っていう感じ。で、まずの方は、そうですね、もうちょっとチャンスシーン増やしたいね。で、秋田、相模原、西地、また秋田が <laughs> 止まらねえ、秋田、ブラウブリッツ。ねえ、ブラウブリッツが止まりません。えー、前半の40%、ああ、これね、あの、実況の人が、すごい、ちゃんとやっぱ試合見てるな、っていう感じがしましたね。うん。同じ、あのー、 サイドのコーナーから、あの、以前に半方面は決めてますが、今回はどうでしょうかみたいな、前振りがしっかりと効いてね、おー、やるなーって感じでしたね。で、まあ、実績決めて、えー。で、44分、中村、あー、振り切くからか。ね、頭で合わせて、まあ、ビクトルの前に入り込んで、ヘディングだったかな。はい、素晴らしかったです。で、まあ、69分、江口。 えまあ相模原の方がね後半支配率高めてるなって感じだったんですけども江口のシュートがまあなんか誰かしらに当たって入りましたっていうことでゴールインねちょっと不運でもありましたけれどもまあやっぱ秋田守備が固いですねいくらね有利とかホームロブラジルコンビで攻め1点をまあね元相模原の田中がね立ちはだかったりして硬かったでまあ最後に三島がねゴールということでまあ秋田としては初失点か今季うんっていうところでまあそこは非常にポジティブな要素だと思いますね やっぱり誰も点取れなかったです秋田から点取っただっけですから。まあ、ただね。やっぱいかんせん失点が、まあ3失点してしまった。ここはどうしても課題セットプレイ。うん。まあ秋田もセットプレイが強いんだよな。うーん。そしてあとあれですね。相模原で言うと、ただ、和田、この県が、あ元秋田、出てくるところでしたね。うん。でもフルスケート田中もね。いや、冴えてましたね、だいぶ。 インセーブ連発でででした秋田おめでとうございますで次、YS 福島。はい、まあ、開始早々、イスマイラー、ね、誰だったかな、吉田のクロスだったか。吉田がすごいいいクロス配球してたなって思います。うん。そのゴールの直後、もシーシーありましたね、まあ。イスマイラーが先制するんですけれども、宮本ですね。ちょっとパスカット、パスミスのところからでしたね。そこ、宮本しっかりついて。まあやっぱこの選手は得点、能力が高いというか。 何点ですかね。J3 のフォワード、他の選手たちと比べてみると、やっぱ安定感。<laughs> チャンスシーンになった時の落ち着きっていうのが、やっぱ他の選手よりあるなと、俺は思ってます。うん。で、まあ、その直後とかね、佐藤のヘッド、あ、違う、それ違うわ。その前か。うん。佐藤のヘッドとかもし、しありましたね。うん。で、あと、宮尾がフリック、ポスト当てたシーンとかもありましたね。 で、後半もバイエース攻め上がってって、大泉かな誰かがシュートを打ったシーン、もう惜しかったりだとか、いろいろありまして。で、えー、アディショナルタイムですね。はい。音泉だったかな後半から出てきて。のシュートがなんか当たってフリーになってた佐藤がお、あのー、まあ、落ち着いて流し込んだみたいなゴールでしたね、確か。ファーサイドで。うん。まあ、若干運もあったけれども、やっぱそこは、 あの、シュートを打った姿勢、そして佐藤のポジショニング予測ってところが光ったゴールかなと思います。YS21。はい、逆転勝利。おめでとうございます。うん。で、富山、藤枝。なんか藤枝は開始早々に水野が鋭いシュートを打つっていう流れがお決まりなのかなって。なんか前もね、得点決めたときあったけど、このゲームも惜しいシュートを打ってましたね。はい。 また、富山の方ではスタメンに入った大野もまた惜しいシーンを作っておりました。ゴールに関しては全部後半なんですよね。えー、53分のこのシーナ、クロスボールからあ、ヘディングで、ね、右サイドからのね、先制し、えー、で、コーナーだったっけえヤ、ー、ギ下、えー、決めて。まあ、あれは、キーパーは、すごい、出れないし、まあ、対処難しいなって思いますね。うん。 まあ、そのうまくその状況を作った富山の勝ちでしたね。そのヘディングがうまいのも含めてですけどもあの立ち位置を取れた富山がもう勝ちでしたね。で61分そう続けて点取ってんだねこうやって感覚的に見るとすごい短いスパンで点取ってますね佐々木これもコーナーだったっけでこぼれをねチコンとずらしてもう自分の形で鋭いシュートまで持っていきました。 まあ、藤枝としてはあんまり後半チャンス作れずに、まあ、試合終了になってしまったかなという印象。そうですね。まあ、森氏投入したりしましたけれども、結果実らず3-0で富山勝利でございます。まあ、去年ほどうまくはいかないわな。で、熊本おとと,とり、ね、えー、まあ、今節の一番の、ね、見どころ、見どころのカードですけれども、1-1、えー、でドローということで。うん。いやー、 この4分の谷口のゴール、キーパー内山か。ね素晴らしいキックでしたね。しっかりと見てました。あの、セービング能力だけじゃなくて、この選手はやっぱキックもあるんだなというところを分かりましたね。谷口、しっかりとドライブシュートみたいな形でね、沈めて。やっぱりこの選手も <laughs>、いろんなゴールの形持ってんだよな。で、まあ、熊本が主導権握っていくかなと思ったものの、9分ね、鳥取、これもまた細かいつなぎから。 田口が決めまして田口もね高卒1年目いやー、しっかりと結果残してて、これもまた注目選手、お互いのエースが点、まあ、取ったみたいな感じかなというところで、まあ、後半の方、まあ、熊本の方が特にですね得意の崩しで攻め入る決定機あったんですけども、まあ、そこ決めれず、まあ、逆に言えば鳥取も最後まで体を、ね、ぶつけてコース切ったりしてやらせなかったかなというところで。 まあ、熊本の方がペースは握ってたと思うんですけれども、うん、11でドローということで、鳥取やアウェイで貴重な勝ち点1をもぎ取ったんじゃないかなと思います。今後の昇格争い、この2チームで楽しみなところですね。で、もう一つ、これは J2 から落ちた組で、まあ一応俺は昇格争うんじゃないかなって予想してたんですけれども、大差がつきましたね。前軍に至ったら本当に鹿児島の方がいいチャンス作ってましたね。馬場とか、あと田中とか。はい。いいところでね、あのー、 まあ、サイドネット揺らすとかだったんですけども。いいシーン作ってました。だが、しかし、バットですね。<laughs> 悪魔が投入されましたね。鹿児島から見て。高崎。後半から。入ってまいりました。早速47分に点取るわけです。うん。まあ、スルパスだったかな。誰か、誰だったかな。あれ、左サイド。忘れちゃった。抜け出して。で、56分。これはね、アーリークロスから。 いやー見事な体を使ってね、得意な体を生かしてターンしてゴール。で、まあ64分のの PK。ね、結構オーバーリアクションだったかなって俺思ったんだけど。まああれはどうなんでしょうね。まあ普通に PK で。な、ま、ん、あ、でハットトリック達成と。はい。えー、だから投入されて20分間で、高崎ハット。見せたねー。見せました。まだゴールなかったよね、高崎って確か。俺の記憶が間違ってたすいません。 いきなりハッットトリックで、ちかましましたねギフで、まあ、とどめの一発ですね。あのー、この85分のまあ中島,のゴ,ー中島かのゴールなんですけども、川西のその選択肢の幅の広さっていうのが、その1個前、2個前かのシーンで現れましたね。俺はてっきりその手前の選手を使うかなと思ったんだけど、多くちゃんと見てました。なんだっけ、何試合出場だったっけ。なんか記録作ったんだよね。200試合だかなんだか。 おめでとうございます。通算で見ればわかるかな。106、あ、まあ多分200試合出場だろうね。うん。まあさすがベテラン、もうベテランか川西も。そっか。時代は早いな。<laughs> いやー、鹿児島、ちょっとこれは不甲斐ないゲームで。うーん、なんか鹿児島はね、結構 J2 でも J3 でも1点取られるとバタバタしちゃうんかなーっていう印象です。 えー、ガンバ、今治。今治2-0で勝利おめでとうございますと。まあ、前半、早々にハンドだから、PK いただいて。で、川島ゴールということで。川島は ?J リーグ初ゴール違うどうだったっけこのシーズンは初ゴールで、通算。やっぱ J リーグ初ゴールかなおそらくは。だよね。おめでとうございます。ということで。えー、んで、あ、三30、 30分あたり、何分だったかな。まあ、玉城抜け出して、ね、惜しいシーンとかもありました。クロスオー,バーなんか当たったような話もあったのかな。うん。まあ、あと、前半の最後の方はね、ガンバ、美しい崩しから、まあ、今治を襲っていて、まあ、お互いやり合ってたなって感じだったんですけども、後半の立ち上がり、まあ、これでゴー、まあ、試合が決まったかなと。ね、園田がね、あの、頭で、キーパーに競り勝つような形で、点、えー、を取り。まあ、なおもね、あのー、硬い。 突出場の課いなんかがまあ1点もののチャンスをね結構2回ぐらい作っててまあそこ決め切れてたらもっとね有利に試合運べたかなと思いますけどまあ2-0で無失点で勝ったんでいいんじゃないでしょうかね今まで本当に自分たちのサッカーをね展開 J3 でもやっていて J3 でもってかまあまあ監督変わってねしっかりとやっててはい強いなで最後セレスト VS 讃岐1-1のドロー まあ、興奮のこの重松のゴール、もちろん重松をね、讃えるべきなんですよね。あそこまでしっかりと詰めていって、足が速い。うん。で、体を投げ出すっていうところで、先制ゴールするわけですが、やっぱどうしてもちょっとアンジュンスがイージーなミスで失点、うーん、してしまう。これがちょっとセレッソアンダー23課題かな。アンジュンスね、あの、能力的に高いんですけれども、なんか、判断のところで、ちょっと、 まだまだ修行が必要なのかなとは俺は思いますね。今シーズン、セレストまあ23見てても、やっぱトップチームに行くにはもうちょっとそこの安定感でと,ところをね、必要とされることでしょう。で、セレストまあ、前半シュート自体ありましたけど、なかなか遠目から打つシーンばっかであんまりね、ゴールに近いとは言えませんでした。まあしかし、えー、60分のこれは PK だったかな。松本のシュートがハンドを誘いって形で。 えー、ゴールを決めたのは藤尾、ね。今年のエースになっていくんじゃないでしょうか。エース角がしっかりと流し込んで。で、まあ、その後、セレッソ、島村がアクセントになったりしてね、まあ、攻撃するんですけれども、まあ、佐々の方もしっかりとディフェンス守りきり、うーん、まあ、佐々の方はあんまり攻撃仕掛けられなかったかな。また勝てず、11でドローでした。はい、ジェンスリーこれで全部振り返ったかな。で、順位表がこちら、まあ、ブラウブリッツが投てき首位で2ちして21、7連勝。 で、ございます <laughs> 強す強2位、ガイナレがポイント16ということでね、まぁ、あ、ちょっと差を開いておりますけれども、16で2チームがつけている状況、ガイナレは即馬元。で、その下に岐阜がいて、えー、そうですね。まあ、そうだな。ま大、あ、体いい予想通り、あの、秋田がここまで強いのはちょっと予想外だったかな。で、長野ここにでカタールここにいて、で、今治も好調で上げていって、で、鹿児島ここにいると、うーん、こんな感じで。 まあ厳しいのは鎌田まわれさぬき、いまゼロ勝でございます。ちょっと厳しいね、次あたりでそろそろ勝たないと、まあ監督のねえ、首とかもかかっちゃうかもしれないよね、そろそろ勝たんないと。鎌田まわれの今年の目標はどこに設定されているのか俺はいまいち分かりませんが、昇格だとしたらもう焦らないといけないですね。14ポイントね、昇格圏とさ離れてるんで。 っていったところです。で、得点ランキングはこちらですね。えー、まだ大石がトップということで、まあかた、片目取りした感じがありまして。まあ、コンスタントに点取ってんのはやっぱこの辺ですね。谷口、宮本、まぁ、あ、サンダムかなうん。っていった形の、えー、得点ランキング。まぁ、中村もこの辺に入ってきて、まあイスマイラ、福島のエースですね。えー、入っております。ってことで、まぁ、あ、J3 簡単に振り返りました。はい。まあね、今後ね、あのー、遅れることは多分あると思います。<laughs> この動画ね。えー、ちょっと気分によってね。 見たい。別にまだ見たくないみたいなのがあるんで。<laughs> はい。ってことで、うん、今週も楽しみですね。今週末はね。はい。